うわすごい人だ。よしこれは電車に乗るのを諦めて歩こう。さあということで、見ての通りもうこのすごい、人だかりでございますから、私はその三密云々の前に混んだ電車が大嫌いですね。あの東山線を乗りたくないがためにわざわざ、桜通り線で定期券を買うぐらいに、混んだ電車が大嫌いです。ですので歩きますね。今三軒山まで歩いたんで、もうここの一軒散歩やっちゃいましたけど、三つ松とかね、名越とか名越のあたりとかもなんかちょっと見どころがありそうなんで、設置ここのあたりとかもねちょっと回ってみようかな。とりあえず次の電車くらいまではちょっとあの橋の方からとりあえず特急西王子号の出発を見守ってですね、よしうちのところはこれは今一般列車の方がね出てきたんですね。物販エグいな、ちょっと物販エグいんで、あもうやっぱ2号はね早々に打ち切りだったみたいですね。さっきの動画にたどり着いた人はでもどれぐらいいるんでしょうね。それが気になるところですけど、うちもイベントやったら儲かるのかな、どうかな、ね、これを見た四日市にね、市長さん、茂木市長ね、どうですか、アスナル鉄道もやりませんか、ね、うちのチャンネルでしたら安くやりますよ、ね、言うてね、俺はね、あの南高の後輩ですから、もうそれはもう市長のためにね、力のお役に立ちますからね、ぜひご連絡お待ちしておりますということでね。これで連絡したらあれですよ、さあどうしような、もう一回ちょっと水間観音の方に行ってみようか、あっちの方がどれくらい混んでるのかちょっと気になりますよね。ちょっととりあえず西王子鉄道の発車を見送って、とりあえずこれ西王子横が乗れるのもなんか絶望的な気がするんで、もうあえてうちはうちの企画に特化してやっていきましょうか。水間駅はちなみに、あターミナルまず押さえとこうか。いやでも今通れないな、今通れないな、すごいな、あでも今あっちの鉄道の方もすごいわ、いっぱいだ、あもう今あっちもいっぱいだわ、うわすごい、ちょっと店員さんと会話できるようなこちらに行ったの正解でしたね、あもうすごい人だ、よしよしよし、ではすごいのも見たところで、うちはうちとてもううちの企画を淡々とやっていきましょうか。駅間散歩といってもさっきねここはもう歩きましたからねあれですけど、その先からが新しい駅間散歩って形になるかな。じゃあせっかくですから、あの駅にあった名所案内とかもね見てってみましょう。もうとりあえず車掌体験とかね一通りやりましたから、よしよし先手先手で来てますよ、そうそうそう先手必勝ですからね。この子金物屋さんとかあるんだ、いいですね、こっちがあれが洗車のところですね。で曲がっていったら河内長野とかあっちの方に行けるんだ、で貝塚港もあるんですね。港でも貝塚駅とかあっちの方のからの方が近いんですよね。そこの踏切あたりから出発の模様もうちょっと先から撮れるかな。さっきの三ツ山の駅通過していくところとかでちょっと撮ってみましょうか。菅原大臣ってことは多分菅原の道真でしょうね。へえ、この道沿いなんで、ちょっと歩いて途中かな、ほら、あでもこれでさっきの JA のところですから、これでさっきの駅前のところですね。でせっかくですからもう一駅歩きましょうか。この駅間だったらもうこのまんま貝塚まで歩いてみるのもありですけどね、いいですねこういう感じで街のローカル鉄道ですよね。鉄道のねあの感じからもなんかちょっと伊賀鉄道に近い感じがしますけどね。伊賀鉄道をちょっと人口設定を増やしましたぐらいの感じですよね。養老鉄道ほどローカル感は薄いですね。ちょっと歩道は狭いですけどちゃんとありますからね、いいですね。
三つ松ぐらいまで歩いたら、あ、ローソンもあるし、こっちの方に来る人はあんまりいないのかな。このロケーション良くないですか。ここでじゃあちょっと、あ、そこが駅ですね。あれが定期列車ですね。で、あれと行き違ったら多分西園寺電車がやってくるはずですから、ちょっとここでいいじゃないですか。何踏み切り？あ、ガタガタガタ。イベントの予定では西園寺2号は13時出発か。全然まだ先じゃん。全然まだ先だから、間違えた間違えた、1時からですから、全然沿線観光を楽しめる時間あるわ。うん、よし。いや、すごいな。わわわわわ、一般の電車でもこのありさまですからね。うわー、これはすごい。じゃあもう貝塚まで歩こうか。よし、これ三つ松の駅ですね。駅は向こうから入るのかな。よし。嘘だ。え、どっから届いてなかったんだこれ。また回すの忘れてた。ああ、もう今ね、三つ山でしたっけ、あの先の駅もこう行って、もうなんだ、その隣の駅に来ましたね。これ森駅ですね。あ、いやー、また見事に回してなかったですね。さっきの隣の駅はね、ローソンがありましたけど、ここは山崎ショップがあるんですね。いいですね。いろいろありますね。よし、ちょっと疲れたし電車乗ろうか。あれ、6キロ余裕って言ってたけど、まあまあ疲れてきたな。いや、ほら信号ばかり変わりましたからね。これはね、まあまあ、ちょっと歩けて言ってるもんです。はい、歩きますよ、頑張りますよ。さあ、おお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 、今の子スイカやったんで、遠征軍かな。あ、歩くやついますね。こっちこっちいますね。あんだけ混んでましたからね、うん、ちょっと歩こうっていう判断取った人もいるかもしれませんね。沿線歩こうといってもそれなりにいますよね。よし、ここは心は病院で貝塚森郵便局。この辺りも森なんですね。しかし今のところ取れ高があんまないんだよな。お、セミがいる。もうセミか、もうセミの時期か。ああ、そりゃ暑い時期になってますよ。いや、帽子欲しいな。衣類買うといいってなってました。筆記用具買うといいってなってましたからね。せっかくやからどっかで何か買ってきましょう。はあ、はあ、でかい、すげえ。こんな奥にでっかいやつですね。で、これはダボスカフェレスト。あ、これが、あ、すごい趣のある喫茶店ですね。やばい、2本目の電池も半分になっちゃったよ。ああ、無駄に取ってますね、今日も。今回は取れ高少ねえな、今のところ。でもまあ、全然開けた。あ、またお地蔵さんがありました。もう、昭和29年。ああ、今日はとにかく観音様の日ですからね。観音様を見かけたとりあえず、100万人達成をよろしくお願いしますね。お願い事をして、さあ、お、そこ安い、可愛いね。ここ安いな、糸っていうか。
ここすごい。モービルオートって名前なんや。モービルって未だに名前として残ってたんですね。そこに看板ありますね。あ、モービルになってる。ね、安いですね。148円は安い。こっちの方ね、さっきからうちらの方より相場が10円くらい高かったですからね。157円とかになってましたから、いや、これはいいな。楽単ポイントもたまるんですね。すごいですね。そろそろでも駅あったね。タイミングあったら電車に乗りましょうか。言うてちょっと疲れてきましたからね。さっき行ったやつの、水間の方に行ったやつの折り返しがきっと来るんじゃないかな。ああ、ここあれか、コープの物流だったところか。ここは大阪泉市民生活協同組合なんですね。このマーク の、 あのスーパー、さっきもありましたよね。あの貝塚じゃなくて、あの岸和田のね、タコ観音からね、乗ろうとしてオーバーランした時にありましたよね。駅でももう近くじゃなかったっけ。どこだっけ。あ、そこだ。もうこの先行ったところに駅がありますね。これで名越ですかね。でちょうどいいぐらい歩いたじゃないですか。半分前半戦で潰しましたよということで、よしよしよし。あ、こんなとこ牛乳屋さんもある。すごい昔ながらの一重市のマークですよ。で、駅はそこか。さあ、ってことで名越駅までね、戻ってきましたよ。で、こっからちょっと1分電車乗りましょう。はあ、疲れた。